はどうでした？横浜、うん、横浜はもううまいもんしかないからさそうねなんかそのケータリングの部屋があるんですよ、うん、その差し入れをいただけるお部屋がね、はい、そのお部屋にさ、うん、なんかいい匂いするっつって吸い込まれてってすぐ出てきてどうしたのって言ったら、うん、まだダメだった温まりきってないとかねちょっと並べるんで待ってくださいっていうのがね何回かあってね。あとあそう北京ダック、うん、そう北京ダックはめっちゃ甘かった。食べれなかった。あのよく食べようと思ってごま団子取ってた。あちょっと知ってます北京ダックのお話。知らない。なんか私もあの配信を見て知ったんですけど、うん、あのシャニマスさんの公式の配信がこの間あって、うんうんうん、その時になんか、うん、某、うん、さんが、うんうんうん、私北京ダック8個食べた言ってたんですよ、うん、で、あの昨日だったかな、うん、あの同時視聴会みたいなのがあったんですけど、うん、そこで確かちゃんが4個食べたみたいなの言ってて、うん、あれ私1個しか食べれてないな、うん、食べてないな、やっぱなかった、なんかおかしいよね、何かが起こってるんだよねあるの確認した時間帯もあったんだけど、うん、やっぱもうあの本番前とかになるとなかった気がする。そう、あ、そうなの、うん、あの私もある時間には見たのよ。そうで、ある時間に見た時にはさんが、さんが、うん、私北京ダック食べたことないのって言ってて、私北京ダック食べたことないのって言ってたの、言ってたで、言ってて、絶対食べた方がうまいからって言って、最初の一口目は私の隣で食べてたの。可愛いなあいつ。で、次本番が始まるぞっていう時にちょっとスタミナつけようかなって見に行ったら、うん、だってあ、ない、ない、まあ、美味しいもんなってすぐなくなっちゃうよなって思ったら、うん、後出しで、私8個食べたっつってて、あなるほど、犯人もあいつか待って待って、りょうこも言ってたそれ本当ちなみにごま団子7個食べたのはごま団子1個も食べれなかったねえ。いやでもまりこちゃんは多分ごま団子の油無理よ。ピザで無理なんだったらごま団子の油なんてもう無理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 。マリコちゃんのことを思って私は苦しみながら食べた。マリコのためにいいって。わあ。いや、みんなしてみんなしてやってんのマジで。おいおい。そう、遠慮がねもうないんですよ。もうさすがに遠慮なんてもうない。ただお前は早いやろ。お前が北京ダックを4つ食べるのはまだ早い。いや、ほんとよくないね。1人1個っていうのをやっぱ…なんか私はマリコのために。え、でも私のためでも多くない？え、私以外もいるぞ、絶対、絶対いるぞ。うん、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 でもあの2日間で7個だからね。いや、うん、2日間で7個でも分けたら3、4なんだよ。そうかうまいねんもん、ごま団子。